1965年、中村ひろ子さんは国際ショパンピアノコンクールで日本人初の入賞を果たし、一躍世界の注目を集めました。この時間は中村ひろ子さんのデビュー40周年を記念して、ショパンの没後150年の命日に開かれたリサイタルからお聴きいただきます。